賃貸長崎天理駅前店の森岡です。今回ご紹介しますのは、天理市東井戸道町にあります 2LDK の物件になります。まず、こちら LDK の方ですけれども、人気のカウンターキッチンのタイプになっています。広さはおよそどうでしょうか、12畳ぐらいになるかなと思います。それと、こちら設備としてエアコン、それとこちらベランダの方になります。では次、こっちキッチンの方です。キッチンの方もね、しっかりとこのように収納もしっかりとしていますので、大変使い勝手もいいのではないでしょうか。それと次は水回りです。こちらが、洗面台と洗濯機置き場ですね。で、奥の方にはお風呂があります。で、窓なんかもついてますので、大変換気は、よろしいかと思います。それとこちら洋室の方です。こちらの洋室の方は、広さは6畳ぐらいあるのと、物入れがね2つついていると。こちらとこちらの方ですね、15日収納してもらえるかと思います。それでは、奈良のおもてなし、奈良心賃貸長崎天理駅前店の森岡がお送りしました。よろしくお願いします。